おばんです。ガコです。今宵はこちら、タリーアップというゲームやっていきたいと思います。2週間ほど前にもこちらのゲームを動画にしたんですが、ついにですね、左上見てください。11ドルまで貯まりました。前回の動画見ていただければわかるんですが、10ドル以上になると出金ができるらしい。いやー、結構頑張りましたよ。そしてね、瞬間、その記念すべき瞬間を動画に撮ろうとずっと思っていたんですが、まさか最後のメガスピンの一撃で2ドルが出てしまいました。いや、出るわけねえと思ってたんですよね。ずっといつも 0.5 ドルとか 0.75 ドルだけだったから、あと1日あと2日みたいな感じで思っていたら、まさかね、10ドル超えてしまいました。動画に収めることができませんでした。残念ですがね、ここから本当に出金できるかっていうのを試していきたいと思いますので、このゲームがね、本物か偽物か今から実際に確かめていきたいと思います。出金方法としましては、左上のこのドルのところ、財布のところをタップしていただきまして、Your Token Wallet 1144ということで 0.01 ドル1トークンだから、まあ11ドルが出金できる、キャッシュアウトができるってわけですよね。そうすると、ステップ1で Choose Domination、寄付か。寄付と、これ PayPal をアカウントゲットしないといけなっぽそうなので、PayPal アカウントまず作っていきますか。私持ってないんですよね。PayPal のアプリをインストールしました。開いていきましょう。開いてみるとこんな感じで、新規登録からやっていけばいいのがね。メールアドレスを入れていきまして、電話番号のピンコード、パスワードの設定、名前と生年月日、登録の方ができました。タリーアップの方に戻ってみようか。じゃあここからスタートキャッシュアウトやっていきましょう。寄付をまず選ばないといけないんだよね。あ、最低金額、最高金額、あ、寄付の金額も選ぶことができるんだ。だけど私ね、別に寄付するほどの裕福層じゃないので、まあ最低金額でやっていきましょうか。じゃあこの金額、なんか場所は選べないんだね。なんかどんな人に寄付したいとか、そういうのは選べなそうです。なんかメールアドレスをここに打ち込めば良さそうっすね。じゃあこれで終了？本当に？ちょっとやってみましょう。すごい輝いてる本当かよ。まあ10ドルね、10ドルじゃない、 10% 寄付もしたし、自分もお金を受け取ることが本当にできればウィンウィンな関係ですよね。左上のお財布はゼロになった。なんかメールとか飛んでくんのかな。なんか来てますね。翻訳してみると、私たちはあなたのキャッシュアウト寄付を受け取り、私たちのシステムはそれを見直し処理を始めました。処理には通常3から5営業日かかりますということで、まあもう少し1週間待ってみれば届くってことなんでしょう。また受け取り次第ちょっと動画回していきたいと思います。はい、あれから5日間経ちまして、PayPalの方に資金が入金されました。すごいね、本当に入金されるんだ。詳細としてはこんな感じで、合計金額は1458円、そこから手数料が100円引かれて、受け取り手数料は1358円だそうです。こんな感じでメールが届いて、あなたは10点損ドル受け取ることができましたよってタリーアップさんからメールをもらうことができました。まあただ1点注意点としては、この中まだ保留中の資金なんですよね。だから使うことができない。この保留中の理由としては、私が今回ね、新たにアカウントを作ったから、まあ、新規のアカウントは最大で21日間だっけ、こっちの右側の残高の方に反映がされないらしいです。だから私の場合はこのペーパルを使ってお買い物する場合、20日後になりそうですね。ということで今回タリーアップというゲームを使って実際稼げるかというものをね、引き続き検証していきましたが、実際に稼げました。1358円もらえました。このね、動画を見てタリーアップやってみたいなって方いらっしゃったら、概要欄の方にね、招待コードを貼っておきますので、そちらの方からね、ゲームをやっていただければ、メガスピンというね、お金がもらうチャンスあるスピン、ルーレットできることがありますので、ぜひぜひね、入れてみてください。隙間時間でね、できるゲームで10ドルゲットできたのは大変美味しいなと思っております。また最近ね、なんか中華アプリとかのね、買い物できるやつ、なんかシーンとかティムタムタムチムみたいなのありますよね。まあそういうのでね、ペイパルって使えるのかな。
まあ、使えるんであればね、なんかそういう中華製品とかもね買ってみたいなって思ったりしてるんですけど、需要ありますかね。ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せまおた。